東急ステイは東急グループの東急不動産の子会社である東急リゾーツステイ株式会社が運営するホテルチェーンの名称。同じく東急グループでホテル事業を行っている東急ホテルズのホテルチェーンとは別個のものである。2020年7月1日に東急ステイ株式会社及びその子会社でこのチェーンを運営していた東急ステイサービス株式会社は ホテルリゾート事業の強化を目的とした運営会社の統合により、株式会社、東急リゾートサービスと統合し、東急リゾートステイ株式会社になった。全客室にランドリーやミニキッチンを完備し、7泊以上利用するとは引になるなど、長期滞在を目的とした客層に向けたサービスが多い。特急ポイント加盟店。例えばチェーンの期間店として2008年4月に、 開業した東急ステイ、青山プレミアでは、中長期の滞在にかなう小型キッチンや、洗濯乾燥機などが各部屋に整備されており、ビジネスユースや外国人長期滞在者の取り込み外とされている。2020年7月現在、東京23区内、北海道、京都、福岡、沖縄、大阪、金沢、鉱山にある、東急ステイ、青山プレミアとなっている。 AB 高層ビル、青山 m ズタワー完成へ引く、商業施設テナント発表、渋谷経済新聞2008年3月1日、平成23年6月23日閲覧、ホテル一覧港区、京都市、札幌市、福岡市にて新規開業ホテル、東急ステイ地方初出店2017年以降、地方主要都市への出店加速、東急ステイ、 東急ステイサービス2017年2月6日、ホテル、東急ステイ福岡2店舗目、福岡店新新規出店決定、東急ステイ、東急ステイサービス2017年11月21日、ホテル、東急ステイ金沢、高山、函館で新規出店観光都市への出店加速、東急不動産、東急ステイ、東急ステイサービス2018年8月10日、 ありがとうございます。